日放送の日本テレビ系情報ライブミヤネ屋月曜から金曜午1時55分では新型コロナウイルスの感染拡大について特集した写真。宮根誠司氏、小学校での5人感染に無症状はいいことだけど立ちが悪い。番組では長崎に停泊中のイタリア船籍の大型クルーズ船で34人の集団感染が発生したことを速報した。この件について宮根誠司キャスター56は長崎県知事が自衛隊の出動を要請したことに触れ、自衛隊の方のお話や VTR を見ると専門の方がいらっしゃってどういう風邪にしたら感染しないか徹底的に教えて、徹底的にそういう人たちを守るっていうのは自衛隊の統率力の凄さってのは改めて感じましたけども、と話した。